お疲れ様です。10月1日火曜日朝6時の相場解説になります。今日はね、午前中、まあもしくはね、一日中静観した方がよろしいかと思います。別に弱気になってるわけではなくて、まあテクニカルが働きにくい材料の日なんですよ。まあ月が始まる1日目ってこともありますし、ご覧のようにパウエルさんもね、発言したばかりです。さらには9時前にはこれだけ日本から材料出ますんで、少なくとも今の時点でどうこう考えることはできません。例えば移動平均線の上にローソク足が出てますんで、上昇トレンドとも言えなくもないんですけども、これもね、どうなるか分かりませんよ。だから経験に上昇トレンドと言っていいものかどうなのか、それからこの石破ショックから明けて半値戻しっていうような判断も、ちょっとまあここまで時間が経ってこれまでね動きがあると、まあ半値戻しと言えるのかどうか、何とも言えないところですね。まあこういう難しい日にやる必要はないです。もっともっとね、簡単に勝ち越せる日から攻略していけばいいと思いますんで、ちょっと今日の難易度から言うと、私もあんまりねやりたくない一日ですね。まあということで、今日は静観する人割り切って他の大事なことをやった方がいいと思います。明日と明後日ぐらいはトレードやっていこうかなと思えるような2日間ではありますけども、やっぱり10月4日ね、金曜日はこれまたねやりにくい日ですからね。ということになりますので、今日10月1日は基本的にはトレードはしない方向でいきましょうね。難しいし資金を失う可能性高いですから。はい、じゃあ、あとね、これから2時間ほどしたら日本からの材料出ますんで、それが終わったらまた FX オリアル日の皆様には放送をさせていただきます。ただね、やっぱり静観した方がいいと思います。今日は難しいですから、攻略はかなりの至難の業だと思います。それでは